私たちの研究室では、無機機能性材料の創生と、それらを使ったデバイスの開発を行っています。特に、電場に応答する機能性材料を対象として、材料の合成、物性測定、計算科学、情報科学、デバイスの試作など、様々な課題に取り組んでいます。新しい材料の開発により、社会システムの変革も可能であると信じ、日々挑戦しています。有電体、圧電体、イオン電導体は、私たちの身の回りで活躍する無機機能性材料の代表的な存在です。有電体は電荷を蓄えることのできる物質で、スマートフォンに1000個以上搭載されているコンデンサーなどに応用されています。圧電体は電気と機械のエネルギーの相互変換を可能とする材料で、ロボットの分野でも活躍しています。イオン電導体は固体でありながらイオンが拡散しやすい物質で、燃料電池や次世代の全固体電池に使われる材料です。これらの材料は超スマート社会や持続可能なエネルギー社会の実現に向けて一層大きな役割を果たすことは明白で、特に無機材料にはさらなる特性の向上が求められています。材料の特性向上のために必要なことは、材料が持つ機能と物性を材料の構造から定量的に説明することです。これによって物性物理は進展し、物性の予測や新材料の創生が可能になるはずです。私たちの研究室では様々な手法を使って材料の結晶構造やナノ構造を意図的に変化させ、材料の機能と特性の制御を行っています。物性の起源を理解するためには、結晶中のイオンの動きを正確に捉えることがとても重要です。私たちは、イオンの動きを観測するために、テラヘズ分光エリプソメーターという装置を新たに開発し、材料が持つ有電特性の起源を明らかにしています。また、私たちは、計算科学や情報科学を駆使して、材料やデバイスの開発を行っています。これによって、物性の予測、合成条件の最適化、デバイスの設計なども飛躍的に効率化しています。今後、材料科学は、材料の合成、物性測定、計算科学、情報科学の融合により一層進化するはずです。したがって、材料科学は、科学、物理、数学の知識をフル活用して、社会に貢献していくことのできる学問なのです。ぜひ一緒に学びましょう。